レーンベルクはドイツ連邦共和国ヘッセン州議院占行政管区のリムブルクイコールバイル軍に属す町村である。この町はバイルブルクの北に位置している。レーンベルクはベッツラーと軍庁所在地リムブルク、アンデアラーンとの間のラーンタールに位置する。かつての宮廷都市バイルブルクから近い。レーンベルクは北はグライフェンシュタイン、東はロイン及びブラウンフェルス。 南は、バイルブルク、西はメーレンベルク及び、メンゲルスキルヒエンと境を接している。自治体レーンベルクは、レーンベルク地区、ニーデルスハウゼン地区、オーベルスハウゼン地区、ゼルタース地区から構成されている。人口は、2020年10月1日現在の、数値である。クビウのレーンベルクで発見された、ライエングレーバーフェルトは、メロビング町時代には、 すでにここに集落があったことを示している。この町に属す四つの地区はいずれも13世紀末から14世紀初めに初めて文献に登場する。ただし、ゼルタースについては、その記述が同盟のゼルタースやゼルタースのうちどれであるかは、半然としない。1317年の文書は、疑いの余地なく、ラーン側下半のゼルタースであると同定されており、 さきの記述もおそらくそうであろうと考えられる。1324年にナスサウの城塞、レインバーグが初めて記録されている。この城はその少し前に建設されたものと考えられる。現在のクビユー・レンベルクはまだヘーマウと呼ばれており、この名称で1321年に都市圏を獲得した。しかしバイルブルクに近いことや1344年に ヴァイルブルクのナッサオケに、七入れされたことから、マイナーな存在であった。レインバーグは、遅くとも1342年から、独自の教会を有し、1355年から、教会区が設けられた。この集落は、宗教改革によって、福音主義に改修した。16世紀末に、ラーネーブルク城は、ルネサンス様式の城管に建て直され、 短期間であるがナッサウリレンブルク家の宮廷が置かれた。1900年に城は完全に取り壊された。1901年11月9日にレーンベルク消防団が結成された。この消防団はすでに存在していた他の消防団と共にビースバーデン県消防連盟のオーバーラーン消防管区を形成した。1906年9月3日に オーバー・ティー・フェンバフ派で開催された、カンク集会には63人が出席した。レーンブルクのカトリック信者は何、世紀もの間ベーゼリヒのマリア・ヒル・フジュンレー・レーハイドウで、そこで礼拝を行っていた。オーベルスハウゼン集落は1307年に、ニーデルスハウゼン集落は1296年に、初めて文献に記録されている。 ヘッセン州の地域再編に伴い1970年12月13日に、それまで旧オーバーラーン軍の独立した町村であった、レーンベルク、ニーデルスハウゼン、オーベルスハウゼンが、自由意志に基づき合併し、新たな町村レーンベルクが形成された。ゼルタースは、中法に基づき1974年7月1日に、これに加わった。以下のリストは、 レーンベルクの属した両方及び行政体を外観するものである。出典、ヒステリッシュズ・オートスレクシコン・レーンベルクの長議会は23議席からなる。ズ柄、ガラ、青地に金の百合、レーンベルクは以下の町と姉妹自治体関係にあるラーネブルク上レーンベルクにはラーネブルク上管跡がある。さらに、 1738年建造の福音主義上官協会及びカトリックの聖ヘドビヒ協会もある。ゼルタースミネラルウォーター本社ゼルタース地区にはここで採取されるミネラルウォーターの瓶詰め会社が2社ある。ドイツ全土で知られ販売されているゼルタースミネラルウォーターもここで瓶詰めされている。 レーンベルク駅町内を連邦道 B49 号、リムブルク・ベッツラー線が通っている。レーンベルクはラーンタール鉄道によって鉄道網に接続している。レーンベルクにはアウフデム・ファル・ケン・フルーク基礎家庭学校がある。上級の学校は隣接するバイルブルク市にある。ありがとうございます。